电影美术之神总监杨平先生上台，我们说几句话。映画の美術のセットを僕はたくさん作ってきました。我制作了很多电影美术的场景。日本でだけではなく、いろいろな国で。不止在日本啊，还有很多国家都制作过了。言葉や習慣、文化の壁を越えて、皆と力を合わせて作ってきました。我们超越了语言、习惯、文化上的这个墙壁呢，我们大家一起合力制作过来的。僕は集団で行うものづくりが大好きです。我非常喜欢呢，就大家团体的概念一起做一个东西出来。この展覧会は僕の映画美術の集大成でもあります。这次展览呢，是我的电影美术的集大成。この台北で皆様にお見せできると本当に嬉しく思っています。在台北这个场地呢，与大家可以见面，非常非常高兴。通常一般の人々が見る機会のない映画のセットを作るための絵や図面、模型など展示しました。这次展览呢，一般通常大家比较没有机会看到的电影的场景的一些制作物，比如说绘画、还有图面，一般的设计图、图面和模型等等。またスタジオジブリのアニメ映画カリブラシのアゲッティのアゲッティの家を実写映画の美術の技術で組み上げた部屋は必見で、皆様が役者のようにセットというものを生で見て体感できる貴重なものとなっていると思います。那这次呢，由吉卜力工作室的那个动画电影叫做《街舞少女爱丽缇》。那这个爱丽缇的房间呢，用那个写实电影的方式，用这个电影美术的技术呢，把它一个一比一的等比例大小，把它制作出来。这个是大家一定要去看的。那像是大家进到那个房间之后呢，大家变成是一个演员的感觉，啊，可以就是大家可以体验电影里面的人物的感觉。どうぞ両方の展覧会をご覧ください。请大家莅临两张展览，请大家莅临，欢迎莅临。最後になりますが、これまでの僕の仲間である映画のスタッフにこの場を借りて心からお礼を申したいと思います。那最後呢、在这边非常感谢我们的制作团队伙伴们，非常谢谢。そして僕の新しい仲間、今回の台北市のこの2つの展覧会で一緒に仕事をしたスタッフたち、台湾のスタッフはもちろんですが。那这边另外要非常感谢这次台北两个展览都一起共同努力而来的工作伙伴们，非常谢谢。日本の展示スタッフには特に本当に本当にご苦労様でしたと心から言いたいです。那这边最后有心的感谢一路从日本一起过来的日本团队，非常谢谢。谢谢大家，谢谢。请接台。でそして監督のための美術でもあるんで、展覧会を